週刊姫キュン。毎週水曜日のこの時間は週刊姫キュン、毎週ね、はい、姫キュンフルーツ館のメンバーが登場します。はい、はい、こちらメッセージ届いています、うん、関さん石崎さんお久しぶりです。どうも。梅ちゃんこと梅キュンベジタブル館です。あんまり可愛くなさそうやな、なんか41歳男性可愛くないな彼は。姫キュンフルーツ館の皆さんこんばんは。4月9日のライブ楽しかったです。あ、そうですね。でも30日のライブチケットがすでにソールドアウトになっていて残念です。はい、誰か僕に譲ってくれないかな。プレミアチケットになってんだね、ちなみに僕は萌え顔推しです。おでは今後の活躍に期待しています。うん、なるほどね、はい、というわけで今日はね、そのあなたが推している萌え萌えも登場しますよ。萌え萌え、はい、今日の週刊姫キュンはマイマイと萌え萌えが登場です。はい、皆さんこんばんは。はじめまして、姫キュンの英雄姫マイマイことマイです。13歳の中学2年生です。今日もテンション上げ上げで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。そして、はい、あの萌え萌えこと萌えかです。高校生になりました。うん、よかったね。マイマイは親指姫なの。だいたいほら自己紹介するときに、はい、姫キュンフルーツ館ストロベリーですみたいなさ、あ、言うじゃない。そうですね。親指姫は何、いつから親指姫になったわけ。私、うん、あのメンバーの中で一番背がちっちゃいんですよ、はいはい、だから、うん、姫キュンの親指姫。あ、そうなんや。最近親指姫で頑張ってます、うん、じゃあファンからも親指姫言われて。言われないです、ね、あ、言われないですね、それはね。なんかスルーされますね。ごく稀にしか親指姫は言わないですね、この子。あの常に忘れているもんで。あ、そうですね、はい、今日も実はこれね、自己紹介3回目ぐらいでしたからね、はい、ちなみに萌え萌えは、はい、なんかあるの、親指姫みたいな感じは。え、現実的少女。現実的少女、どういうことそれ。あの多分先週も、うん、ほのたんとエミネが来た時にも、はいはいはい、多分話してたと思うんですけど、妄想恋愛、うん、マイたちがするんですよ。あなたも妄想好きですか。はい、とても好きですね、うん、で、うん、それをメンバーとしてキャーって盛り上がってたら、うんうん、横で冷めた目で、最近の女の子はそういうこと話すんだねって言われるんですよ。みんながこう盛り上がってる時も一人だけ冷めてる人って結構大体グループに一人いますよね。そうなんですよ、その一人です、ね、見てたら面白いんですよね。一応ちょっとおもろいなと思って見てる。そうなんです、そうなんです、うん、でも自分がそこに入ろうとはしない、うん、あ、ついていけないんで、ごめんなさい。ごめんね、まいまい。まだあなたも15でしょ。そう、15言ったらほら、恋愛とかさ。興味ないです、ごめんなさい。興味ない。はい、マジマジ。じゃあ何に興味があるの、あなた。黙っちゃったよ。ラジオ黙っちゃったよ。せめて姫キュン言うといたらいいじゃないですか。姫キュンです。姫キュンね。はい、姫キュンです。はい、そんなね、現実的な萌え萌えですけども。はい、逆にじゃあマイマイは姫キュンの中ではどういう風に見られてんの？うるさい。うるさい。なんで？なんでよ。いつもよくなんかあの、うん、暇さえあれば、うん、あのメンバーの。ほのかとか、うん、桜子と踊ってるんですよ、はい、もうダンスが大好きなんやもん。しかもアイドルダンスするのはいいんですけど、あの姫キュンじゃないアイドルのダンスですよ。自分の練習しろよと。あ、なるほどね。お前もアイドルだぞって。ちなみにどんなアイドルの。キュートさんとか、うん、桃色クローバーさんとかですね。そういうの好きなんや、はい、大好きです。じゃああれ昔からそのアイドルとか、うん、やっぱそういうのに憧れてたの。はい、アイドル限定ではないんですけど、うん、まあテレビの中の方たちに憧れていました、うん、はい、じゃあもう姫キュンの募集があった時にこら行くかないわみたいな。そうなんですよ、なんか即応募したって聞きましたよ。そうそうそう、だから整理番号も9番だって、うん、あ、早かったんや。早かったんですよ。なるほどね、はい、もう締め切り前日やったよ。ほらそうなんや。あ、なんかこうママと、うん、え、応募してみる応募してみるみたいな感じ。いろいろ、ね、そういうノリノリ で、まあ、どうせなんかこう、まあこうほのも言ってますからもういいかなと思うんですけど、はい、できレースだと思ってたんで、はい、まあ、何の子でもない萌えは落ちると思ってたんで、こらこら、まあ、落ちるけんねってママと言いながら、うんうんうん、したら、うん、昼寝してる間に書類通りましたの電話来て、うん、でなんかオーディション受けに行ったら、うん、なんか通っちゃったよみたいな。おーおーおー、ポン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 と行ってしもたんや。そして舞台の上に立っていろんなイベントに出て、なんかもう流れに乗ってればこんなになっちゃいました。でもどうよ、実際やってみてもうかれこれ半年ぐらいね経ってますけど、はい、両立が大変ですね、やっぱり学業と、うん、はい、これじゃあ使命なんだよね、あの姫キュンの、はい、あ、何を数えてんの。いや、あの半年経ったかなと思って。半年ぐらいじゃん、だって9月から活動し始めたんですよね。そう、うん、もう半年経ったんだよ。
あ、間違えた、13ない。あ、もうこの子ほっといていいです。13入れた今。なんで13入れたんかな。13月は季節はいつになるのかな。あ、ここいう感じでもあるの。そうなんですよ、この子も。なるほどね。でもあのほっといてくれていいです。でもほっとくにほっときないじゃん。だって話聞かないでずっとこうやって指数えてんだもんね。あのほっといたらいつかやめます。あ、ほんとですか。でどうですか、それこそね、ほらそんなイベント出てね、あれだけご飯の方もたくさんいて、そうですね、 CD もオリコンインディーズシングルチャート1位になっちゃって。そうですね、それであのプロデューサーさんから、うん、オリコンインディーズ1位になりましたって聞いて、はいはい、あ、はい、そうですか、はいって言って冷めてるな、本当に。こうそこでこうね、抱き合ってやったねみたいなさ、なんか電話なんですけど、そうなんですよ、なんか泣いちゃったメンバーとかもいるんですけど、はいはいはい、らしいね。そうなんだみたいなよ、うん、あの炎とか可愛い、可愛い、あの炎よく泣いちゃう馬がすごい小動物みたいな可愛い子なんですけど、ほのかちゃん言ってたよ先週、よく泣くんですよ、うんうん、めっちゃ可愛い、感動した、すごい、そうです、そうです、そうです、マイマイもよく泣くんですけどね。そう、なんか、うん、そう、前のことになるんですけど、うん、フライング公演終わった瞬間、はいはいはい、うわーって泣き出した。あとそれとあのユリアと桜子がサプライズ昇格したので、うんうん、もうこの子あのマスカラもウォータープルーフ使ってるので、それまで取れるまで泣いてるんですよ、うん、相当大泣きじゃん。そうなんですよ、なんか嬉しかったです。なるほどね、はい、イベント中とか泣いたことないんですか。ありますね。それもやっぱありますか。はい、いつだっけな、知らない、いっぱい泣いたから分かんないですよね。乙女だわ、男は涙に弱いですからね、またね。本当ですね。そんなところ、ね、あなた泣かなそうやね。ごめんなさい。まあ、萌えの泣いた顔あんまり見たことないですね。見せたくない。そう、まあみんなうるってきてても、うん、真剣な表情で、いや絶対泣かないんですね。真剣な表情しとってもね、何も考えてない時多いけん。こらこら、ちゃんと考えて。ここカットで、カットで。なんか考えさせたいな。なんかやっぱこうリスナーのみんなからさ、もえもえに考えさせたいな。いやいや、そう、お悩みとかさ、そんなん来たらさ、めちゃめちゃその何考えてるもえもえみたいなところも出せるかな。待って、違う、怖いよ。え、それ怖いんですか。だって好きな人がいるんです、どうしたらいいですか、うん、告白したらみたいな言われそう。そういうタイプなの。いや、それかね、多分ね、それもあるけど、もうあるよ、それは、うん、あるけど、あるか、あるか、恋愛担当の人に回すかな。あ、萌え担当じゃないからって。マジか。管轄じゃない。管轄。じゃあ何、あなたの専門は何。え、なんだろう、特になし。うん、また出た。特になし。この冷めた感じ。ほんとなんかこうデレッとするとことかさ、ないよね。デレッとしたとこ 0.1% しかないんです。じゃあ完全に積んで生きてるようなもんだ。そうですね。なるほどね。それでツンデレが好きな男の人たちはみんなこう萌え萌えに。また黙ったな。まあね、そんなあの萌え萌えにもね、ぜひそんなメッセージも送ってほしいし、はい、前々はなんか得意分野あるんですか。得意分野ですか。できたら妄想恋愛以外でお願いします。あ、この子歌うまいですよ。あー、そうですか。なるほどね、ありがとう、うん、そりゃセンターですからね、やっぱり、はいはい、あのすごく可愛く歌えるんですよ。アイドルっぽい歌い方をする子で、うん、もう一人ひめきゅんは歌うまい子いるんですけど、はいはい、まあ、一応ダブルセンターで撮ってるエミナなんですけど、その子はすごいあの表現豊かに歌えるんですよ。バラードがすごい上手くて。そう、さあ僕もあのフライン公演から見てますから、はい、あの時もすでにソロがね。そうです、そうです。時戻れって曲なんですけど、はいはい、大好きなんですよ。前家でめっちゃ聴いてますね。あ、なんかメンバーの誰とは言いませんけど、うん、なんかあった、うん、かなんかよね、うん、でなんか聴いて泣いちゃった子いるんですよ、じゃあ自分もバラードも歌ってみたい。バラードも歌ってみたいけど、うん、それよりかはなんか恋愛が多いじゃないですか、アイドルってどうしても、うん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 、じゃなくてなんか友情関係とか、そうなんか親子関係とか、はいはいはい、なんか恋愛以外の曲のハッピーな曲とか、うん、ちょっと寂しい曲とか歌ってみたいなと思います。あ、もう恋愛やばい、もう歌えんからな。こら歌え。こら。でもあれね、これからねまたね新曲もね続々こう出てくるっていうことで、そうですね、ね、いろんな曲がこう出てくるわけだから、またそこも楽しみでありますけどもね。はい、はいはい、まあ、というわけでね、またぜひあのこの姫キュン宛にもね、皆さんからの質問メッセージどんどんお待ちしておりまして、はいはい、でそれはまたねメンバーのところにそれ持ってきますからね。おー、ありがとうございます。ブーイングじゃないこと祈ってます。はい、その時はしっかり答えてくださいね。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ最後にですね、姫キュンフルーツ館のファーストシングルになりましたけどもね、はい、その曲を2人で曲紹介してもらえますか。いきますよ、はい、せーの、恋愛エネルギー保存の法則、どうぞ。さあ、というわけで今週はですね、姫キュンフルーツ館からマイマイ、そして、はい、萌え萌え萌えかでした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
送りしているナンバーは姫キュンフルーツ館の恋愛エネルギー保存の法則、はい、姫キュンのナンバーにはねラジオネーム緑の大魔王さんからもリクエストもらっておりました。はい、こちらはですねラジオネーム美徳さん、はい、9日の公演お疲れ様でした、うん、しかも満員御礼でしたね。ほうほう、すごく楽しかった、うん、30日の公演も楽しみにしてます、うん、先週から FM 愛媛に姫キュン登場ということでメールをしました、はい、はいはい、インタビュー形式みたいなので、うん、関さんにお願い、はい、姫キュンファンをもっと増やすために、うん、姫キュンの魅力をいっぱい引き出してくださいね裏情報とか。なるほど、はい、ものすごくプレッシャーがかかってきますね、かかってきましたね。もちろん皆さんも、はい、姫キュンに聞きたいこと質問とかね、はい、またこんなことやってくれないかなみたいなね、そういう要望とかもどんどんメッセージ送ってくださいね、はい、でそれは全部姫キュンに届けようと思っておりますので、ね、はい、お待ちしております。というわけで今週の週刊姫キュンでした。